リケーターストリートはアメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズのフレンチクォーターを走る通りの名称である。名前は19世紀の米海軍士官スティーブン、リケーターにちなんでいる。ミシシッピ川に沿って伸びる、この通りはかつては堤防通りと呼ばれていたこともある。ジャンヌ・ダルク記念碑から見たリケーターストリート通りの出発点はカナルストリートである。カナルを越えた側では 通りはマガジンストリートとして続いている。カナルストリートからフレンチクオーター内をミシシッピー側に並行する形で走っており、フォーバーグ、マリニー地域のセントファーディナンドストリートに接したところで終了している。フレンチクオーター内ではコンティストリートとの接点付近でピーターズストリートと融合しており、その先数ブロックにおいてはリケーター。 ピーターズの二つの名前が交互に使われている。そして、ローアンフレンチクオーターのセントフィリップストリートの手前で再びピーターズストリートと分離している。リケーターストリート沿いの最も著名な場所は、フレンチクオーター内のジャクソンスクエアとそのそばのカフェデュモンドである。かつて、リケーターストリートのカナルストリート側の地域はニューオーリンズ港に寄港する。 船乗りたちを相手にした店舗が軒を連ねていた。20世紀後半になると再開発が進み、ライブハウスとして著名なハウス・オブ・ブルースのニューオーリンズ店などが作られた。20世紀後半には、通りの下流側の地域は地元のパンク系のサブカルチャーの中心地となった。エスプラネード・アベニューを越えたフォーバーグ・マリニー地域のフレンチマン・ストリートに近い沿道には、 様々なバーやライブハウスが点在する。中でもパームコートカフェは著名なトラディショナルジャズを聴かせる店である。ありがとうございます。